大谷ストレート被打率2割8分4厘、ダルビッシュストレート被打率1割5分9厘。大谷の頭速いのになぜなのか。モンキレ、ダルビッシュのストレートの方が速くは見えるな。ダルビッシュのストレートは威力ありそうだもんな。ダルは変化球ピッチャーのくせに97マイルとか投げるのが卑怯。大谷のストレートが速いのはみんなわかってるから狙われてる。ダルビッシュは変化球の人、大谷も変化球の人になりつつあるやん。大谷って何で抑えてるん？スライダー？スライダーとスプリット、最近はツーシームと進化。大谷はストレート被打率が高いからストレートと同じ球速の変化球投げればええやん。で対応した模様。フォーシーム平均回転数2022、ダルビッシュ2548回転、大谷翔平2206回転。フォーシームは回転が多いほど空振りが取れる。速いだけって日本の時から分かってたやん。逆に速すぎるとキレよくして質上げるの物理的に不可能やし、投球フォームだろ。大谷は速くてもタイミング合わせやすい。大谷やね。得点圏 OPS 1.050、 MLB 1、得点圏被 OPS 1.530、 MLB 3位。あの被打率やばいスライダーあるからな。言うほどストレート投げる必要あるか？ご視聴ありがとうございました。